さあこちらのホールはショートホールになりますけども、はい、ビグリなので144ヤード。急遽なんですけどここでちょっと姉妹対決をね、はい、やろうかなと、はい、なんか欲しいものあります？あります。ひろみさんあるでしょうね、いっぱいね。あります、はい、ひろみさん何欲しいですか？食べ物も欲しいんですけど、はい、ちっちゃいお財布が私は今欲しくて、はい、いろいろ買い物に行ったり見たりとかしてます、うん、はい、ちっちゃいお財布が欲しい。ちっちゃいお財布欲しい、はい、誰かに買ってもらえそうですか？今もらえそうですか？今買ってくれる予定の人はいないんですね。いないんです。ああそうですか、はい。ハニーさんは何か欲しいのあります？私もう最近家にいることが多いじゃないですか、うんうん、で部屋に一人用のソファーが欲しいなって、はい、一人用のソファーね、地面に座っときなさい、クッション引いて。それ買ってもらう予定の人います？いません。じゃあここでニアピン対決やって勝った人にはそちらをプレゼントいたします。はい、もうもらった気になってますけど、はい、ルールも今から決めようと思ってるんですけど、はい、単にニアピン1球っていうのもあれなんで、じゃなくてもヒロミさんはいっぱい打ちたい人だから。そう、確かにそうです。あ、2球のトータル距離ですね。2球のトータル距離、はい、はい、じゃあ3球勝負、2つの合計距離でいいですよね。分かります。大丈夫ですよね、はい、はい、後でそれは測りに行きますんで、はい、今その企画やろうかって言ってから急に歩幅で測ったりとかいろんな、距離かかって2本持っちゃって、ね、2本持っちゃってでもお財布と思ったらもうすごい今ちょっとこれ先行後攻結構重要だと思うんで、どうすんけん、じゃんけんで勝った方が選ぼうか。選ぶの、うん、はい、じゃんけんで勝った方が先行にしたら選べない、選べない。勝ったら先行です。こういう時だけ急にお姉ちゃんぶるからね、風がお姉ちゃんから引かさない、従います、はい、対象グッじゃんけんポン、あ、はい、そどっちで選べるんでしたっけ。っ面白いな。選べません。じゃあヒロミさんからスタートでございます。ヒロミさんしっかり測ったんですよね。はい、測りました。何ヤードありました？144まではなくてですね、はい、140弱。本当ですか？それハニーさんに何か聞こえるように言ってるから140弱。さっき130ちょうどって言ったのね。そうです。ひどっ。いやそんなことないですよ。どうしても、はい、あのお財布が欲しい、はいはい、130を140弱って言いましたからね。すごいな。正解は正解ですよね。正解間違ってはないですよ。間違ってはないですよ、はい、じゃあまずは、ひろみさんの1球目。すごく緊張するし、なんかもうあの今何色にしようかな、お財布っていう。お、いいぞ、いいぞ。あ、ナイス。ちょっと大きいぐらいですね、はいはい、でもいい感じで巻いてきてね、素晴らしいボールでした、はい、さあハニーさん今の見ていかがでした？いや、やっぱうまいです ね。ちょっといいとこ、あれどうなんだ、ちょっと大きいの、ちょっと大きい感じに見えますよ、まあ、3球ありますから。そうですね、うん、ではハニーさんの1球目いきましょう。お、いい、これもいい、距離はいいんじゃない？距離が良さそう。あ、おー、ナイス。お、キックが右に跳ねた。右に跳ねたんですよ。ピンに寄ってきましたね今ね。微妙な下か上かだね。いやハニーの方が全然近い。うん、近いように見えるけど、今のところ。ね、番手をさっきからいろんなちょこ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 いろいろやってるよね。ちっちゃいお財布がかかってるんですから頑張ろう。持ってたのはどっちなのか。全然咲かねえんだなって言ってる。